あんままり言えないい話をですね思い切ってしてみまししみた33歳の女の人3人がですね彼氏いないっていうので3人で飲み会しててそれまあ女子会って自分たちで言ってるんだけどもそれをすっごいイケメンのなんか19歳ぐらいに「そんなの女子会じゃないよ」お前らは「生き遅れの女の井戸端会議だ」っていうふいに言われてですねのま,んまた結婚の話題がなんか質問来た。 結婚の格差って訪れていますが年年収ですか年齢ですすかか齢岡田ささん、教えてください。今日さなんか漫画いくつかあの紹介したいと思ってちょっと持ってきてはいるんだけどもこれはね Kindle にしか入れてないやつだから「東京タラレバ娘」これねすごいよあの東村亜希子のやつ。 東京タワーバ娘はね今1巻と2巻出てるので見てください33歳の女の人3人がですね彼氏いないっていうので3人で「 もうほとんど毎晩のように飲み会しててそれまあ女子会って自分たちで言ってるんだけどもそれをすっごいイケメンのなんか19歳ぐらいののに「あのそんなの女子会じゃないよ」って言ってて「お前らは生き遅れの女の井戸端会議だ」っていうふうに言われてですね <laughs> ものすごくへこむやつなんだけどもとにかく東村明子が書いて東村明子の友達とか編集者から「もうあんな漫画を書くのはもうやめてください」っていうふうに延々言われると。だって第 東京オリンピックが決まったと。でオリンピックの時に私たち40になるとで40になってまだその時に独身だったとしたら日本中がオリンピックで盛り上がってる時に私たちはどんな気持ちでいればいいんだろうっていう女の人にはこれがものすごい持ってかれる <laughs> 気持ちらしいんだけども <laughs> あの俺読んでて「ああそうなんだ」っていうのがあってですねめちゃくちゃですね、面白いです。どんな都合のいい夢を 書いてて、それがどんな心理になってるのか結局なんでそんな夢を持っちゃうのかっていうのを漫画の中でですね タラレバ娘というのはもしあの時こうしてタラとかもしあの人が私を愛してくれレバというタラとレバばっかりで考えるんだけども,もう一つこの3人が毎晩毎晩居酒屋で女子会開くんだけどもその居酒屋でタラの白子とあとレバ刺しばっかり食ってるんだよでタラ,タラとレバ食いながら私たちはタラレバタラレバ言ってるということでこの3人のです、ね、幻想の中にタラとレバがそれぞれ出てきてですねタラとレバがものすごい黒いことを言うんだよ。でそんなこと でも、お前にには永遠に現れない「いとかあの、いつもそんなことばっかり言ってるレバネ、ね、とかそういうことを言ってきてですねえものすごいえぐい漫画なんでですね「結婚の格差」って言われてますが「年収ですか年齢ですか」と「タラレバ娘」を読む限り女の人にとっては年齢はすごく大きいよね。なのででもな結婚自体の格差で考えると男は年収女は年齢っていうのが 正直なところだろだうね男の場合は年収がある程度あったら相手を選ばなければ結婚できるし女の人の場合は年齢がある程度若ければ相手を選ばなければ結婚できるとただしその年収がある程度ある男性は相手を選ばないってどうしても考えられないこんなに年収があるんだから相手を選べるだろうって考えてしまう。女の人の人場合は年齢がある程度若若ければ若いほど 相手を選ばないというふうに発想できないんだよな。なので、じゃあそれと逆に、男で年収が低い人、女で年齢が上がっちゃった人はどうふうにすればいいのかって言ったら、もう誰でもいいという手法すら使えないっていうのをはっきり認識するしかないよね。誰でもいいっていうふうに考えれるのは、男だったら年収が高い人、女だったら若い人しかないんだというふうに考えて、そこからの戦略の組み直しするしかないんだよ。 私、襟子編みしてるからダメなんだって、そんな問題じゃないんだよ。もう一回繰り返すけども、男で年収が高ければ、相手さえ選ばなければ結婚できる。女で年齢が若ければ、相手さえ選ばなければ結婚できる。じゃあ、男で年収が低い、女で年齢がある程度いっちゃってる場合は、相手を選ばないどころか、もっと別の工夫のところになってくる。だ俺、前からあの言ってるのは。 男の人で年収高い人は本当にシングルマザーを狙うべきだと思っているシングルマザーと結婚することですでに育児ができると保証されてる人っていうのを結婚してで女の人でですねなんか年齢が上がっちゃった場合はもう男と結婚する時にその男の年齢がいくつだろうと関係なく相手の面倒を見るつもり。 経済的な面倒を含めてでそこまでで考えるべきだと思うんだよ。そういうふうに考えないとタラレバ娘じゃないんだけどもそこまで妥協しなきゃダメなんだろうかっていうふうに考えてその妥協に嫌悪感とか持ってたらさっきの地震で怖がってたと同じだよね。地震っていうのは怖がるんで正しいし火山っていうのは噴火するのが不安で当たり前なんだ。その噴火する自分が いいいいけないんじゃなななんんんじじじゃゃゃかっていう、かとううこじらせちゃうんだよねで。結婚問題に対してこじらしちゃうのもそこまでする自分っていうのはダメなんじゃないかというふうに考えるとこじらせちゃうのでシングルマザーを引き取るのはコスパは最悪だろうその場合のコスパっていうのは考え方が違う俺はすでに育児能力があるという女の人を引き取るのは逆に言えばコスパがいいと思うんだけどね全然そういう能力が保障されてない人と結婚するよりはずっとコスパは高くなってくるんだけどももしそのコスパは高くなってくるんだけども。 コスパが悪いっていうんだったらじゃあ君が考えてる結婚のコスパコストとパフォーマンスのパフォーマンスの部分っていうのは何だろうって話になってくると思うまあいいや。と思うんでですね結婚の格差って言われてますが年収ですか年齢ですかというのでまあ本当にあ,のあんまり言えない話をですね 思いい切ってしてししみました結婚はコスパが悪あのねこれあの今評判ななんんですよね結婚はコスパが悪いいじゃないかっていうこれをですねコスパで考えるかどうかとかいろんな考え方があると思うんですけどもコスパが悪い派の人たちっていうのはどういうふうに考えているのかっていうと結局同じ相手とずっと暮らしていてでその人との関係が逃げようがないと。 親戚もくくっっついてきちゃうし、その人の人性格が悪くなってきた。例えばいい人だと思ってて結婚したんだけどもだんだんそうじゃなくなってくるとかさ結婚前はいろいろサービスが良かったみたいなものがあるこんなことは別に今更のことじゃなくて昭和の昔からずっと言われたことなんだけども最近このコスパが悪いって言い方するようになったのは いよいよその障害未婚率っていうのはどん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 増えてきちゃって、もう今25%超えてるんだっけ？障害結婚しない人の数っていうのは25%超えてきて、でこれがもうあと多分オリンピック超える頃あたりになってくると当たり前だけども30%超えてどん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 増えていくんだろうね。アメリカが離婚率が50%って言われている時代に日本は離婚率4%ぐらいだったんだよ。 俺が子どもの頃だから1970年ぐらいの話ね今から45年ぐらい前の話アメリカは離婚率が50%で、えー、日本はそれに比べて、えー、離婚率5%それが45年で日本も離婚率が50とは言わないけども35%を超えてどん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 アメリカに近づいてくる同じように生涯未婚率も恐らくあるところから急激に、まあ、見えてきて増えてくると思うんだよね。それと逆に、 結婚して離婚して結婚して離婚してっていわゆるビッグダディみたいな人もどんどん増えていくつまり就職と同じようにですねそのずっと生涯同じ会社で勤め上げる人っていうのももちろんいるんだけどもでも生涯就職しないままの人っていうのとあと何回も何回も転職してる人っていうののバランスが 多分、今、統計をとってもなななか分かかいんだよね。で生涯一つの会社にいるっていう人が昔8割ぐらいそうだったのが今はもう多分生涯一箇所の会社っていうのは5割切ってるぐらいだと思うんだけども生涯どこにも就職せずにいわゆるアルバイト的な仕事というかフリーな仕事っていうのをずっと続けてる。例えば、僕僕ななんんかかもも。そうだよね。僕なんかも どこににに、も別に就職せずにずっっとフリーでやってるからさ。これも就職統計で見たら僕も生涯どこにも就職してないという人になるんだでも同じように漫画家の人たちとかさクリエイターの人らも大体みんな生涯どこにも就職してないっていう統計値になってくる。と同時に転職するなんていうのは今当たり前なんだからさっき言った転職で生涯一つの会社で全く就職しないっていうののバランスがどん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 多分 3分ののずつぐらいの世界になってくるよねこうなってくると実は就職ってコスパが悪いんじゃないかそこまで言う人はまだいないだろうけどもこの辺がですね今就職率が悪い原因の一つだだと思うんだよねヨーロッパ社会での若者の失業率の高さと日本の若者の失業率っていうのを比べると。 ちょっと、ね、統計一時的にです、ね、比べられないんだ。なんでかというとヨーロッパではアルバイトしてる人も失業者に入れるでも日本ではアルバイトしてる人は失業に入れないっていうです、ね、若者の失業率の高さっていうのをちょっと隠す傾向にあるんだよねでもヨーロッパ並みの基準で日本の若者の失業率を計算したらおそらく10%超えてくると思う。それは普通に言えばよその国だったら暴動が起きるぐらいの数字なんだ若者の定職率が低いという でも日本はですすね、ね、アルバイトででもで,す、ね、日本でいろいろブラック企業問題とかさ派遣社員問題っていうのはあるんだけどもでもヨーロッパ社会とかに比べればアルバイトフリーターの得てる社会的地位と正社員の地位っていうのはそんなに 買わなな。いいっててうのかなヨーロッパに比べてたよ。もちろん日本国内で見たら格差すごいんだけどさその定職というかちゃんと就職できて保険とかをもらえる人と社会的身分もらえる人とフリーターの人っていうのはすごい国内的な格差はあるんだけどもヨーロッパほどの格差がすごくないと。で同じように日本では結婚してるしてない格差っていうのが 今、まだだすごいんだよ、ね、で結婚してないって格差っていうのをヨーロッパでは逆に言えばそんなに格差がないんだけども日本では格差がすごくなってきてるんだけどもこの格差がどん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 なくなってきちゃうんじゃないかなっていうのは僕の見た感じでだから今結婚はコスパが悪いっていう議論が起こってるつまり結婚しなくてもいいじゃんっていう人がどんどん増えてる。 だよなでこの傾向というのはまだしばらく止まらないと思うし僕もねちょっといろんな数字ね調べている最中なんでそのうちここで報告しようと思いますかなりね意外なねあの数字が出てるねやっぱり今度ちゃんとねホリエモンとその背の話をしようっていうことをちょっと今準備してるんだけどもなんで彼がもう結婚するつもりが全くないのかとかあと ネット周りの有名人の人たちで実は結婚してなない人が大半なんだよね。離婚してる人とかが大半なんだけどその辺の人たちっていうのは結婚しない理由っていうのはこのコスパが悪いっていうことを実は心の底で考えてるっていうところがあると思うそれは男も女もだよ両方なんだよ。で 男女ともに、でこんなにコスパが悪いいと考えてるのか。こういう話をするとよくモテないやつとか結婚できない人がひがみみたいな感じでコスパが悪いんだっていうふうに言ってるっていうふうに取られがちなんだけど実はそうじゃなくていつでも結婚できる人男女ともにで20代後半から30代あたりの人たちがコスパが悪いって言ってるところが僕はちょっと面白く感じるんでここら辺はねまとめてちょっとやってみようと思います。